皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年9月13日、15時21分なんですが、訂正、15時51分です。昨日の、まず阪神タイガースの試合ですけども、1対0で、8時過ぎに早く試合終わりました。で、まあその辺のところはエネルギーの残存量問題等々もあるんですけども、まあレフト側の、席空いてました。結構。ある程度ですよ。そんなに、まあ何千人分もっていうほどじゃないんですけども、当日チケット買うような形で入れた方もいらっしゃるかもしれませんね。あの状況でした。まあレフト側ですけどね。で、その試合の後、西武ライオンズ側についてソフトバンクは今まで何回もあの近年優勝していましたから、西武ライオンズ側について試合を、まあ、対応しようとしていました。ずっと晩ご飯食べれない状態ですね。ですのでとにかく野球は延長戦はなしにしてください。もう9回まで終わりにしましょう。きりないですから。で、ソフトバンクが最終的に延長戦で、4点、取って8対4ですかね。それぐらいで試合が終わったと思うんですけども、まあ夜の22時何十分っていうところじゃないですか。で、とにかく試合が長い。で、エネルギーの無駄遣い。で、お客様もそんなに長い試合、正直付き合いきれない。これが現実です。で、延長はなしで9回までペナントレースで、その一応ね、引き分けを導入したとしてもクライマックスシリーズや日本シリーズ、奇数で試合を行ったりしている以上、例えば日本シリーズね、両方とも同率になるわけがないんですよ。もしなりそうな状況であれば、最後の試合だけ延長10回ワンアウトフルベースから、表と裏両方とも、行うと。その方式でかなり短縮できるはずです。人口は2003年頃に個人情報保護法が出来上がってから、いろんな方たちが、行方不明状態になって連絡がつかない。で、人と人とのつながりがまずなくなっていく。で、少子化が、過度に進んだ後、出生率 2% で人口横ばいだったんです。もともと半分ぐらいの人しか結婚出産までたどり着けてないんです。だから出生率 2% で人口横ばいだったんですよ。大体それぐらいの考え方でいいです。あくまでも出生率の話なんでね。で、今 1.27 なんで、3分の1以下の人しか結婚出産までたどり着いてないんです。これが現実です。だから、片やまあ、そのソフトバンクは4点取って勝ってますけども、サッカー日本代表の試合があって、キリンチャレンジカップ、4対2かな、それぐらいでトルコの試合が進んでたと思うんです。後半何十分かでちょっと見たんですよ、経過をね。で、まあソフトバンクはその4点差つけた時に、さすがに僕はもう晩ご飯にしようと思って晩ご飯食べました。だから晩ご飯を試合中に食べたら点取られたりとかあるでしょ。だからゴルフだったらボギーになったりとかね。まあ、それはもう今までもう何十試合何百試合と経験してきて絶対そうなってきていたから、だから、そのルール設定自体がね、本来おかしいものであって、それで、得点できるできてないっていうところも、正直選手の方からしてもその話がまあ本当だっていうことが分かっていただいたらね、おかしいっていうことに気がつくと思うんですよ。でサッカーの試合があったがゆえに、ソフトバンクの東西部の試合が延長戦に突入している可能性があるんです。コンピューターも読めるから。だから僕が言ってるのは、ここ近年ソフトバンクはたくさん優勝してるが B クラスの方に行ってほしいと、まあ、こういうことじゃないですか。
で、そこははっきりと申し上げてますし、今年の阪神タイガースの試合でソフトバンクの監督は負けって言ってくれてるから、それである程度話の、折り合いがつく。でもこれね、野球界として1950年からの換算で、その優勝してる回数とか最下位の回数とか日本一の回数とかを大体揃えていかなければならない。で、何にお金をたくさん使ってしまっていたかって言ったら、やっぱり建設費用なんですよ。土地代とね。だから全ての球団が自社で、スタジアムを保有してるわけではない。保有すると固定資産税がかかります。で、本当のことを言うと、例えば読売ジャイアンツだったら、優勝してない年でも、売上は200億円を突破してた年がいくつかありました。で、もともと昔、僕が生まれる前の1977年、以前の頃ね、要するに1950年から1977年までの間で、特に巨人の優勝は偏りすぎていた。で、1977年に私は生まれましたけども、それ以降もある程度巨人の、独走というか、リーグ優勝がずっと続いていて、そのまま、昔はクライマックスシリーズがなかったから、そのまま日本シリーズという形で、巨人にばっかり売り上げが偏っていた。で、これは、各地方交付税法とか、そういうものが法律でありまして、各都道府県の売り上げを国が1回、税金、集めた税金を管理します。各都道府県に、地方交付税法として配布します。こういう形なんですよ。だから、全ての球団が、スタジアムの所有権がね、国になってるところがあるんですよ。そしたらそれもみんなの税金なんですよ。本当に、年俸とか、ああいう金額をいただいてるんであればね、僕としてはないんじゃないかなとは思ってるんですけども、あの金額をいただいてるんだとしたら、ひどい横領罪にやっぱりなってしまいます。で、その年俸6億とかで、もちろん、所得税で40%以上、なくなる。で、住民税とかもある。わかりますよ。わかりますけども、家のローンの、1年間の控除額の、所得税の控除額の限界は1000万円なんですよ。それは昔から変わってないと思いますよ。だから、とにかく大きな家を建てたじゃダメなんですよ。エネルギーの残存量問題も含めてね。だから、ドームも本当はダメだし。だから今後はドームを再建設するのは絶対になし。で、プロ野球界の改革は複数本拠地制度にして、シーズン開幕したら南から順番に巡業で、その甲子園でね、今優勝独走、もうどう考えてもゲーム差考えたら阪神タイガースの優勝なんですけども、それでも球場が満員になってないんですよ。これが今の現実社会で少子化の問題であって、で、片やサッカー界もあるでしょう。とにかく国際線で無駄なお金をストップしなきゃならないっていうことは、学生の世界大会なんか意味ないですよねって、プロ入ってからの話ですよねって、世界ナンバーワンになったかどうかはって、そこで多額のお金が、みんなのお金が使われてるんだから、野球界のお金なのか何なのか知らないですよ、私もそこまで。だから公益財団法人を名乗りながら公益の意味が分かってない。エネルギーを余分に消費しないことであって、みんなの税金を、たくさん投入してはならない。スタジアムで使ってしまってる以上、もう今更公益財団法人なんか言える立場じゃないんですよ。どこも。だから力仕事の方に回ってほしいの話になるんですけども、仕事の絶対数があるんで、河川の土砂のかき出し。ああいったものであれば、体を鍛えながら、時間給で、お金がいただけると。それを学生さんとかに行っていただいて、河川の土砂のかき出しをするだけで、排水量はかなり変わってくるんですよ。長年ずっと河川に土とか土砂が堆積されるんですよ。石も含めてね。上流から流れてきますから、これくらいでも、石ころは石ころでしょう。それがだん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 、堆積していくんで、それをするだけでも、その河川の氾濫とかは防げるんです。だから、
まあそういうふうなところでプロ野球業界としてのその呼びかけみたいなこともしていただきたいし、行政もそれに向けて動くべきであるし、河川の氾濫とかが発生したら結局マイナスになるじゃないですか、経済的にもね。もちろん皆さん被害に遭いたくないでしょう。だからジムとか行って体鍛えてる暇があるんだったら、みんなシャベル、大きなスコップ持って河川の土砂のかき出し、それを運ぶから筋肉はつく。で、昨日の試合に関してはサッカーの試合があったから、西武ライオンズとソフトバンクが延長戦になってる可能性があるんですよ。コンピューターはそこまで、結局僕の頭を電波で呼んでるでしょう。だコンピューターだったらそこまで、だみんな動かされてしまってる。人間の理性でできることは、これ以上スタジアムを作らないこと。で、南から順番に季節に合わせてね、開幕戦の頃から巡業をしていけば、暑い時期は北海道とか、東北、北信越とかで試合を行えば、もう、まあ、標高高いところであれば岐阜県。標高が高かったら、夏場でも夜、ある程度は涼しいです。ある程度ですよ。新しくスタジアム作っちゃダメですよ。今あるところを順番に使っていけば、老朽化も、それだけ、早く老朽化しなくなりますから。で、もう50年間はスタジアムの建設なんかいらないんです。もうラグビーであろうが、サッカーであろうが、野球であろうが、もう何でも、体育館も同じ。もう人口は減っていってる方。なのに、最近バスケットボールの、体育館を、専用のね、体育館を日本全国で11カ所作ろうとしてる。それ全部税金。また何百億円使われる。何百億円です。いいですか？東京都の5000席の体育館、一番高いところだと思うんですけど、もしかしたら他で一番高いところあるかもしれません。私が知る限りの高いところでは、5000人の席数の体育館で210億円です。土地代と建物代込みで。これみんな税金。もうキリがない。消費税上がりっぱなしに本当になってしまいますから。最近のニュースで僕はそのことを言ったら、消費税が上がりっぱなしになってしまうから建設やめましょうって言ったら、今度経団連が消費税を上げましょうっていう案を出してきたニュースが流れたんです。だから僕のせいにしようとするのはなし。消費税が上がったら上がって経済界に跳ね返ってくるんだから、建物を、余計な建物を建設するのをなし。これはビールとかマンションでも同じ。もう建てすぎてしまった方。東日本大震災の頃に2011年、空き家の数が600万件ぐらいだったのが、今も1000万件超えてるんですよ。ずーっとビルとか一軒家とかを建設してる。無理だから、買い手がいないから。人口少子化なんだから。2003年に個人情報保護法が出来上がってから、一気に少子化が進んでるんだから。もうだから結婚相手とか探せなくなるから。例えば学校の卒業証書とかを持って、昔だったら区役所に行ったら、何々さんの知り合い同級生ですっていうことで事情を話したら、例えば住所を教えてくれたりだとか、そういったことが昔のその区役所ならできたと思うんです。もしくは郵便局経由。もともとの住所が分かっていたら、追跡調査ということで郵便局が、まあ、郵便物の宛先の人の住所を追跡してくれると。だけども今はそれもできなくなってる可能性がある。だからとにかくみんなの理性でね、今できること、対応しなきゃならないことをしっかりと守りましょう。だからその優勝回数、1950年からの優勝回数で換算してです。もちろん東北楽天イーグルスに関しては、どう換算するかって言ったら、もう球団が、出来上がってから何位だった回数が何回かで物事見てあげなきゃなんない。だから本当は今年3位ぐらいに来るのが、楽天、もう今の時期ですからね、もう9月13日ですから、できそうなこととできなさそうなことの区別ってやっぱりあるじゃないですか。片やロッテ、ソフトバンクが勝ってしまうと、ロッテも、2位の地位を脅かされる可能性があるでしょう。一勝のアドバンテージってやっぱり大きいでしょう。その辺のところで、ソフトバンクの皆さんが本当は誠意を持ってね、自分から対戦チームに頭なんか貸してあげるとかね。だからこれを正社員雇用型だったらそれができるんですよ。みんな自分のその年俸制が本当にそれだけもらってるかどうか知らないですよ。知らないですけども、もらっていたとしたら例えば村上選手の6億円とかね、それやったらもう横領罪の方、本当に
みんなの税金のスタジアムだから、神宮は。だからもう話全然噛み合わなくなるでしょ。だから優勝回数揃えていれば売り上げがある程度同じになってくるのと、あと複数音響制度といっても、例えばね、4つの、まあ、県だとか、まあ、都道府県だったとしてもいいでしょう。4つあるからといって、すべてのスタジアムを球団使用にしなさいとか、そんな無茶苦茶なこと言いません。それすると固定資産税だけで、もう何億と絶対かかりますから。要するに移動距離を、縮めてね、余計な交通費を使わなかったりだとか、お客さんのポケットマネーが限られてるんです。持ってるお金。だから、南から順番に巡業していけば、まあ、スタジアム借りるのにお金払いますよ、払いますけども、とりあえずお客さんは確保できますよね。たくさん、球場に見に来てくれる方が。阪神甲子園に関しても、みんなたくさん、試合を見に来たから、最後の方、お金がなくなってきて、来れないのかもしれない。まあ、一応今、阪神タイガースのファンは、優勝が決まるであろうシーン、まあ、その場面を見たいがゆえに、その日に合わせて一応チケットは完売になってるみたいです。これが現状ですから、だからソフトバンクも、ラッキーゾーンみたいな席を増やしてしまったでしょう。あれで、あれはあれで建設費で、まあ、数百万円かかってるんじゃないですか。何十万円かじゃちょっと無理でしょう。余計な経費をいかに省くかなんですよ。で、順位が悪くなった時に、売り上げが上げれるかどうかと、まあ、ソフトバンクっていう会社自体は、まあ、もともと外資系でしょう。本当のところ僕もよくわからないんですよ。ウィキペディアの孫正義さんの出生をたどると、もともと親の持ってる会社がパチンコ業界であった。パチンコ業界はものすごい勢いで今縮小しますからね。人口は縮小してるから、売り上げ上がらないから、どちらにしても。それだけお客さんに負けに来てくれってなったら、今度お客さんが負けてたらお客さんも行きたくなくなるでしょ。お金払いに行ってるようなもんだから。だからパチンコ業界なんかあんなもの。だから大阪のカジノ万博なんかもう絶対無理だし。三井住友銀行からオリックスが借り入れるのかな。とにかく5000億円以上の借り入れということになってます。一応オリンピックじゃない、大阪万博カジノの件について、IR 法案については短く略しますけども、IR 法については、麻生太郎さんは、削除しなきゃならないって淡井圭介がテレビに向かって言う、もしくは考える方法で、麻生太郎さん分かってるって、しっかりと口を動かしながら言葉で返答してくれてるんですよ。副総理なんですけども、もう年齢が80歳前後でしょう。本当はもう下ろし上げなきゃならない。もともと僕の提案でね、平成の天皇陛下も成人様に、交代していただいて、令和という時代が始まってるんです。ある程度ね、将来を見越した動きに変えなかったら、これ無理ですよ。プロ野球業界もやっぱり。以前もその辺の話で、パリーグ、セリーグ、5球団ずつにするのかどうかとか、そういう話があったんですよ。なのに、東京ドームを建て替える話とか出てきてますけども、それは無理です。やめてください。今あるスタジアムをどっか使用してもらったらいいです。で、関東の方で、阪神タイガースの試合を放映しているのかどうか、その放映権力についても、その球団が、テレビのね、その全国放送の時間帯の時間帯をお金をテレビ局に払って放送してスポンサー料金を球団がもらっているのか、それともテレビ局がスポンサー料金をもらって野球の放送をしているのか、これ各
その地方交付税法の話したでしょ。一回、いや、要するにまあ首都がお金を集めてと思ってもらったらいいです。東京都じゃないですけどね、国がお金を集めて各都道府県にお金を分配してるんですよ。だからそれがある以上、優勝回数とか一定にして、でテレビの放送の範囲とかも何とかしなかったら最初から無理なんですよ。お金が出ていくばっかりの話でね。あとエネルギーを消費する話で。だ高校生とか大学生で世界大会なんか100万年早いし、もう永遠にするなっていう意味で言ってるんです。ダメです。サッカーも同じですよ。もう卓球でも何でも同じ。無理だから、本当に。そんなに会社のお金とか使われたり、それ、じゃあ親の保護者がお金出すのかって、世界中飛び回るお金に、そんなの無理だから。会社も親のお金使うのも無理なの。最後みんなの税金みたいな話になってくるでしょ。消費税上げっぱなしなんか無理だから、スタジアムの建設なんかなし、余計な大会はなし、固定資産税、できるだけ球団が一つだけでいい、一つだけでいいから、スタジアムを保有していただいて、固定資産税払っていただく、こういうような形にしなかったら無理。プロ野球業界で本当に何億とかもらっていたりとか、契約金1億5000万とか本当にもらってたんだったら、もうこれ話めちゃくちゃやわ。横領罪にしかならない。東京オリンピック見てもらったらわかるでしょ。CM だのなんだので、ね、その仕事を回してもらった云々とかで、角川書店とか、角川グループの、会長の人が捕まってるでしょ。3000万円とかの、金額はどうこうっていうところで、青木っていう、背広とかの洋服でもそうなんですけども、もともと人口これだけ少子化が始まってしまった以上、背広とかも売れないでしょ、スーツ。だ東京オリンピックなんか9600億円以上税金投入されましたし、もう話めちゃくちゃ、スポーツ、もう本当はスポーツ振興法がいらない。それがあるから、スポーツ業界が自分の財布のお金とみんなの税金が自分の財布のお金と勘違いしてしまってる。その年俸の話まで嘘とかで、試合の勝ち負けとか勝敗までつけようとしてるんだったら、もう人間の手に負える範囲じゃなくなってしまってる。で、日刊スポーツとかに関する、日刊に関する情報に関してはもともと国なんですよ。行政、そういう法律があります。日刊紙は国だっていうような内容でね。ただに、どこからどこまで日刊紙なんですかっていう話なんです、なるんですよ。スポーツの日刊紙までなのか、日刊現代は明らかに違うでしょ。だから、日刊という意味をどういう意味で定義つけてるのかとか、新聞社のことなのか、全国紙、5紙のね、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、日経新聞のことなのか。ちょっと資料取ってきますね。テレビ局の売り上げ、一応言っておきます。ウィキペディアの情報の見方として、こう近年のね、例えば2023年3月期とかで純利益が出ているかどうかとかで物事見たらいいです。例えば2021年とか2020年とかで純利益のところが止まってるところは純利益が出てないんです。営業利益、経常利益があって純利益なんです。純利益までたどり着こうと思ったら、設備投資したお金とか全て返済が終わってから純利益なんです。じゃあ、日本テレビ放送網株式会社。まあ、日テレさんのことです。正式名称は日本テレビ放送網株式会社。要するに、東京にある日テレさんのことです。2023年3月31日時点で純利益が298億5500万円。もうこれはウィキペディアで見てもらったらいいです。会社名プラスウィキペディアで調べる。フィナンシャルグループとかも、そういうふうな形で見てもらったらいいですから。銀行も。銀行で辿ったら、みずほ銀行ぐらい、純利益出てるの。2023年のデータでね。
で、そのこ、まあ、もともとは子会社だとは思いますよ。持ち株云々とかいろいろありますから。関西でいう読売テレビ放送も株式会社。純利益に関しては2021年度単独49億6416万5000円。で、連結で52億5600万円ということで、ここで止まってるんですよ。2021年度で。ということは、赤字。で、この仕組みとしてね、まあ、日テレさんがどういうふうにして純利益を上げれてるのかどうかっていうところもあるんですけども、まあ、他のテレビ局も順番に言っていきますね。フジテレビ、正式名称株式会社フジテレビジョン。純利益は2022年度で57億2600万円。で、もしこれがね、2020年を完全に締めくくっての2020年度版という可能性もあるんですよ。本当は会社に問い合わせないとわからない。で、関西テレビ放送株式会社に関しては、フジテレビさんの子会社なんですけども、要するに、産経新聞系列です。純利益は2021年度で、連結29億4500万円、単独で27億8900万円で、2020年度版とか2023年度版がないから、まあ多分赤字なんでしょう。で、まあ日経新聞系列の株式会社テレビ東京さん、純利益は2021年度で108億8100万円。だ、会社の規模がね、大きければ大きいほど赤字の時のダメージは大きいんです。で、その子会社であるテレビ大阪株式会社、純利益2021年度で連結が4億8743万6000円、単独は5億8056万9000円なので、これ、連結とか単独っていうのは、そのテレビ大阪株式会社の傘下の会社とか、そういったところ、まあ、もしくはグループ、そういったところによって売り上げが変わってきてるから、本当は単独の方が売り上げがあるっていうことなんですよ。2021年度で見てもね、コロナウイルスで止まってたりしたでしょ、いろいろ。そういう部分もあるんでしょうけども、まあ、なかなか難しい部分があると。で、テレビ朝日、朝日ホールディングスの傘下なんですけども、もうこうなってくると話がややこしいんですけども、テレビ朝日としての、売り上げで見ますね。2023年3月期で純利益は13億800万円で、朝日放送が、関西の朝日放送が、純利益は2021年度で18億1400万円。だから、コロナウイルスの影響なのかどうなのかっていうところもありますでしょうし、まあ次、株式会社、TBS テレビ、純利益が、2023年3月期で107億2200万円。関西でいう株式会社毎日放送、まあ毎日新聞の系列なんです、 TBS って。純利益が2021年の版で25億8800万円。まあ、大体で言うとこういうことなんですね。だから、まあ、例えばラグビーで今世界大会で、これも僕は二十歳ぐらいの頃から言ってたことですし、その1998年フルスラパーク勤務時で国会議員のその当時の方たちも言ってたんですけども、例えばラグビーでね、アサヒビールがスポンサーになった、で、ドイツで試合がある、ドイツの、飲食店とかでね、アサヒビールを販売する、こういうわけのわかんないことしてるんですよ。変でしょ？日本からわざわざ輸出してって、大した売り上げ急に出ると思います。で、この距離いちいち輸送していたら、エネルギーが余計消耗するでしょ。ドイツはドイツでビール作ってるんだから、ドイツはドイツの人のビール、まあ、ドイツの自国のビール飲んでたらいいと思うんですよ。で、日本は日本でビール作ってるんだから、自分の国のビール飲んでりゃいいと思うんですよ。でしょ？お互いに、だからホテルマンとして働いていたから、
まあこれ僕がこういったところで物事どう変わるかどうかわからないんですよ。ハイネケンっていうビールは名前からすると、まあヨーロッパの方、まあもしかしたらドイツかもしれない。まあそういったビールも取り扱ったりしてましたし、けどね、これ日本の外資系のホテルから言わせれば、極端な話ね、フランスのビールと、イギリスのビールと、ドイツのビールと、スペインのビールと、アメリカのビールと、ロシアのビールと、ね、中国のビールとか並べ始めたら、冷蔵庫いっぱいになるでしょう。無理なんです。そもそもで言うと。だからそこの国に来たんだから、そこの国のビール飲んでたらいいじゃないですかって、生産してる国であればね。っていうことになるんですよ。で、一応、まあ、シャンパンとかワインとかは、まあ、ホテルに関して、高級ホテルに関しては、海外からのものを結構置いてます。例えば、シャンパンとはシャンパーニュ地方という地方名なんですよ。そこで作られたものだから、シャンパンっていう呼び方をしてるんです。だから、あとは、その発泡するような、ワインに関しては、まあ、シャンパンみたいなものね。そういったものは、スパークリングワインって呼んでるんです。なワインという考え方でも当てはまるのは当てはまるんですよ。で、これをホテルマンの人たちとかで結構働いていて知らない人たちいるでしょ？僕はもともと大阪ヒルトンホテルとかフルーツラパークとか、淡路花博の時にウェスティンだとか、まあ、いろんなホテルで働きましたんで、ナルトルネサンスリゾートホテル、もう名前言い始めたらキリがないです。人材派遣会社所属でしたから。まあ、ホテルオークラ神戸もそうですし。な神戸市で言うと、阪神・淡路大震災の後に、旧御三家のニューオータニさんが進出してきたんですけども、まあ、20年持たずに撤退されました。やっぱり無理ですよ。ああいう阪神・淡路大震災があったんですから。だから、高いコース料理まで食べに行けるだけ所得に余裕があるかって言ったら、もうみんな阪神・淡路大震災で、特に個人事業者の人たちとかはボロボロになりましたから、あんまり商店街とかもスーパーマーケットが乱立してダメージを被ってる方ですから、例えばマルシン市場とか東山商店街とかで閉店されてるところは閉店されてますし、また新しく出店してる人は出店してるんですけども、違う業種で、その元々にあった、その例えばパン屋さんのところに、まあ魚屋さんというか、揚げ物屋さんって言ったらいいのかな。まあエビフライとかを売ったりとか、ただもうスーパーマーケットがこれだけたくさんできたら、やっぱり個人商店さんへの被るダメージは大きいと。まあラリーという意味は競争という意味なんですけども、ラリってるっていう言葉は競争しすぎてるっていう意味なんです。昔の漫画とかでラリってるっていう意味は、まあ今の漫画も使ってるところはあると思うんですけども、競争しすぎなんですよ。競争するから、買いに来るお客さんの数は決まってるのに、日々自分の晩ご飯とか、ね、決まってるじゃないですか、人口で。なのに出店するから、だから他が倒産するんでしょって。で、破産法を、裁判所で通されたら、みんなの税金の負担になるから、結局消費税上がっていくでしょ。じゃ出店しなかったらいいんですよ。今99%の職業は出店しなくていいんです。99.99って言っておいた方がいいと思います。それをもともと、日本独自の業界っていうものが、漫画、アニメ、ゲームだったから、音楽業界もゲームとのタイアップで、まあ、海外の人たちも動画で閲覧していただいたりだとか、まあ、その辺のところでね、中国のマーケットを意識して、中国の人たちとの日中友好関係含めてね、まあ、これはクオリティの高い曲だけでいいんですけれども、中国語の字幕をつけてもらったりだとかね。創意工夫がなかったら音楽業界も、僕は若い頃は CD を買ったりする時代だったんですよ。もっと前はカセットテープの頃だったんですよ。で、CD はシングルで、1000円、アルバムで3000円なんですね、相場は。
で、今はもうダウンロードで200円とか、YouTube の動画とかで曲無料で聴けるでしょう。で、あとは再生回数でお金を YouTube に掲載してる人たちは分配されるんですけども、あと CM がついてるところは CM 料が入ってきたりだとか、まあ、広告が鬱陶しいから、まあ1000円月払ってでもいいから、YouTube 有料でいいですよっていう方たちもいらっしゃいます。それによって映画とか見れたりとかします。これが Amazon なんです。Amazon という巨大な組織。物流が主軸よりも多分そうだと思いますよ。その1月1000円のその収入が大きいんだと思いますよ。それ NHK 料金に匹敵するんですよ。NHK 料金で1年間12ヶ月払いで、だいたい1万3000円ちょっとなんですよ。1万3000円台、1万4000円まではしないですね。それを世界中の人から、そのアマゾンというグループがお金をかき集めたら、とんでもない金額になるでしょ。で、かたやお金のない人たちが、その無料で、音楽を見たりとか、例えば野球界だったら、その野球関係の YouTube の動画を見れる無料で。まあだからこそファンに情報が行き渡る、まあいろんな会話が交わされる、人気がある、その有料と無料の2種類を用意してるところは良いところなんですよ。小学校的に無理がないから。で、その人が無料とかで人間関係とか友達関係があったら一緒に野球を見に行こうとか言ったりするでしょ。だからお金のみんなの財布のお金の事情は限られてるから、無料の部分を残しておかなかったら無理なんですよ。だから日本のテレビ局の、民間のテレビ局が CM 料をいただいて、存続しているように、スポンサー料金とかでね。だけども、人口の少子化はすでに始まっていると。僕から言わせれば、情報もね、もう曖昧なんですよ、テレビの報道自体が。間違って放送してる内容結構あるから、もうテレビ局合併して、例えばね、太陽光パネルの廃棄が何年後に、60万トンあります。絶対ないですから。もう何回も見せてごめんなさいね。もうこんなに軽い。グラム、グラム。万、トン？何をおっしゃってるんですかと。一応太陽光パネルの種類に関しては、僕のホームページ RIKSK の利益の49番ぐらいに太陽光パネルについてっていう欄があります。そこからアクセスしてもらったら、9月12日ぐらいにアップロードしたかな。11日か12日にアップロードした内容で、太陽光パネルの詳しい説明っていうものがあるんですよ。そこをクリックもしくはタップしてもらったら、その動画にたどり着けて、太陽光パネルに関して詳しいことを言ってます。シリコン型とかいろいろあるんですよ。で、シリコン型にも、まあ、5種類ぐらいあるんですけどね。まあ、そういうことを説明させていただいてます。で、ガラスが8割の、重量を占めている、まあ、物質の構成されている部分の。だから使ってる金属とか微々たるものであって、まあ、今はとにかく太陽光パネル、世界中で頑張らなきゃならない。生産工場をね、シリコン型の方を主軸にして、各都道府県に、これね、ペレストロ海部も、岸田総理に今年の4月に、日本も2025年にペレストロ海部方式も実装していく。ペラペラの、薄いフィルムの膜なんですけども、まあ、それを、まあ、湾曲させたりとかできるんですね。それで、発電もある程度はできるんですよ。で、そこでね、この間のサタデーステーションで、シリコン型よりもペレストロ海部の方が発電効率が良いというデータを出してきてるんですけども、それ多分ね、重さだと思うんですよ。だから、ピラピラの膜だったら、だからシリコンタイプで 10g に対して、ピラピラの膜だったら 10g だったらすごい広大な面積になるでしょ。だからそれだったらこちらの方が発電力いいですよっていうような形で、言ってるだけであって、そのペレストロ海部はペレストロ海部でいるんですよ。けども、主軸は、シリコン型なんですよ。しかし、シリコン型を本当に全ての屋根の上を制圧して、ダムの上とか浮体式で、大きな池の上とかも浮体式で制圧しようと思ったら、もっと置けるんだったら、まあ、他にも、商業施設の屋根の上とか置くところいっぱいあるから、ビルの壁面とか、日照効率の良いところとかを優先的にね。
だとんでもない数を生産することにはなるんですよ。でそれによって正社員雇用とか発生しますし、貿易輸出入でいうと2012年だとガス原油関係だけで、原油からね、そのレギュラー、廃油、軽油、灯油とか作ってるから、15兆円以上、輸入しています。頭の中で今12兆円が描かれてコンピューターが待ったとかいう声を言ってきてるんですけども、それ違うから15兆円で合ってるから。で、ガスで7兆5000億円以上輸入してます。その時の為替相場は1ドル100円よりも円高だったと思いますけども、それこそその時のね、ガスの価格とか原油価格見なかったら分かんないから、日本はほとんど輸入です。ガスにしても石油に関しても石炭にしても。で石炭は2兆9000億円ほどの輸入、だからそこでプラスマイナス全然変わってくるから、早くそれをしなきゃならないんで、テレビ局もその太陽光パネルの廃棄の話ね、60万トンの廃棄で、そんな重さ絶対ないから、下の土台とかガラスの、まあガラスと一体化してるシリコン型の太陽光パネルもあるんです。まあそれはもともと主流なんですけども、ガラスは基本的に軽いんですよ。透明のガラスはワイングラスとか持ってみた時に軽かったでしょ。マグカップは陶器ですからね。ああいうのと重さごっちゃになってじゃダメですよ。だから60万トンっていう数字が、下の土台で金属を使ってるところも結構あるんですよ。空き地とかで。そうしなかったら台風来たら飛んじゃうでしょ。で、その金属まで計算に入れて算出した数字で、さらに言うと、世界でのトータルの数字かもしれない。60万トンって。だ放送してる人間もそれが説明できないでしょ。詳細出してないんだから。これ見ただけで、だからわかるでしょ？ある程度、笑顔で言わなかったら怖い話でもあるから、報道関係とかも、テレビ局はある程度合併して、4局を2局にしてね。フジテレビと朝日、テレビ朝日、まあ、フジテレビジョン。まあ、ちょっと正式名称は置いておきましょう。で、日テレと TBS ぐらいが合併。TBS の本社の大きさとかいろいろ見てですよ。で、会社がその新聞の系列とかも見たときに、まあ、ちょうどそのあたりが合併する同士がちょうどいいんじゃないかなって僕思うんですよ。で、これ本当にエネルギーの残存量問題と少子化問題と、金属の残存量問題と、建物の老朽化問題と、地震がなぜ発生するのかとか、エネルギー、エネルギーの問題は、とにかく6大問題を軸にして物事を考えない方はみんな失敗するんですよ。法律の作り方まで、国会議員の方たちも。だから、人数をたくさんつけて、細分化した情報を放送しなかった、テレビ見てる人からしたら、太陽光パネル60万トンも廃棄があるので思ってしまったら、太陽光パネルの普及は、進まなくなるでしょう。こんなにペラペラなの。本当は。それともバッテリーまで計算に入れましたっていう話なんですよ。その家の横とかに置いていく蓄電池もそうなんです。一応これもバッテリー付きなんですけども、この分は重たいですよ。1キログラムはないかなぐらいですね。ぐらい。大体でぐらいしかわからないです。家の中に測りないですから。だからね、テレビの放送の仕方を見ただけで勘違いする人は勘違いしますし、それによって普及が進まなくなるでしょう。じゃあエネルギーどうやって何で得るんですか？もうロシアなんか1万5000メートルもそこまで掘ってくれてますよって、地面の底。富士山ね、4000メートルぐらいでしょ？その何倍もそこまで掘ってくれてるんですよ。もう今頃1万6000メートルぐらいになっててもおかしくないと思いますよ。その1万5000メートルは、まあ、昨年のデータか、一番喫緊で言うとね、その前の年かもしれないし、その前の年のデータかもしれない。だ今はもう2023年だから。だから秋田県も2024年のデータで石油の採掘してますけども、まあ4000メートル。2014年の発表だから、そのちょっと前の年4000メートル到達しました。それを2024年に発表してるんです。じゃあ今何千メートルなんだろうっていうことなんですよ。いずれ限界来るのは目に見えていて、技術的にガスの採掘可能埋蔵量だったら50年分もうないんですよ。
で、石油ももう今年で50年分になるかもしれません。2020年のデータで 53.5 年分でしたから、2019年は69年分だったんですよ。シェールオイル、シェールガスは昔から掘ってる。まあちょっと同じ説明になって申し訳ないんですけども、たまに見てもらわなかったら忘れるでしょ。全体的なこと。僕はこういうふうなことは、もう大体のことが頭の中入って、ああしよう、こうしようって言ってるんですね。だからそれに合わせて、みんなは合わせてくれなかったら無理です、この社会。オリンピックに関してはもう最終結論はいらないっていうことになるんです。だから卓球界とかも人数削るのかどうなのかっていう話でね。だから大学生とか高校生で1位だった人をプロとして扱うのか、要するに大手企業のお金で正社員としての給与をいただける人として扱うのかどうかっていう話なんですよ。大手企業だって日本中に作った体育館全部自社で持ってくださいよなんて言われたら終わりですよ。固定資産税すごくなるからね。東京都のその高い体育館だけで2100億円でしょ。さらに水泳場から相撲の、施設まである総合運動公園あるんですよ、関東の方に。クレー射撃まであるところありますから。どこの誰が銃の免許なんか持ってるのっていう話になるんですけどね。オリンピックでクレー射撃があるから、だからオリンピックでクレー射撃をなくしたらいいんです。話がややこしい。日本だったら自衛官がいる。他の国だったら軍の人たちがいる。その人たち、熊とかワニとか銃で倒しに行ったらいいんですから。日本だと熊は自衛隊の管轄。警察官だったら危ないから。銃を毎日毎日所持してるわけじゃないでしょ、そもそもで言うと。で、まあ1メートル50センチぐらい立った時、熊の大きさが、それぐらいの熊だったら拳銃でどうにかなるか。もしれませんけども、何発も撃ち込みは。だけども、2メートル超えのヒグマとか昔いたことありましたから、やっぱりそこ自衛隊の、まあ基本的にはライフルなんでしょうけども、まあマシンガンの弾余ってるんだったらマシンガンでもいいと思うんですけどね、熊相手だったら。その方が確実に仕留めれるでしょうから。熊も素早いですよ。だから、横から撃とうと思ったら、この横を通り過ぎるだろうなと思って、早めに引き金を引いて、クマがそこ端に行って着弾なんですよ。これがクマの仕留め方。だからここにいるところに、今、クマがここにいて走ってるとしますよ。そこ狙って撃っても、絶対クマの後ろ通り過ぎますから、弾は。ここを通るだろうなと思って発砲しなきゃならないんです。その辺のところは自衛官の人たちの方がよく分かってるでしょうし。まあ、猟銃を持ってる方たちとかもいらっしゃいますけどね。まあ、それによって発砲事件も昔起きてますし、その昔の様子を最近流した方だとは思いますけどね。今年流れたその議長の息子は猟銃を持っていて、警察官を撃ったとか、そういうふうなニュース。ややこしいテレビのニュースをしていることが本当のことだけにしてくれなかったら本当に困りますね。だから猟銃が日本中で出回ってる数が12万数千丁っていうことになってるんですけども、本当にこれ全て猟銃の計算なんですかと。回収したが猟銃の数ずっと引いてましたって。その例えば第二次世界大戦が終わった後、1960年ぐらいだったら猟銃の管理ぐらいしっかりできてるんじゃないですか。分かんない、本当のことが何なのか。あ、もう一回ちょっとテレビ局合併してもらって、それはそれでまあよっぽど問題のある人はやめていただいて、そうじゃない、まあ真面目側で正しい情報をしっかり整理整頓してみんなで頑張ろうっていう人たちで報道を行ってもらわなかったら無理です。世の中でこれだけ報道が平気で物事間違えた内容ニュースを放送していたら、把握はみんなできませんから。いろいろ、ちょっとプロ野球業界の人たちだけの話じゃない内容とかも、本当はね、もう30歳超えたらこれぐらいのことみんな覚えてもらわなきゃ困るんですよ。本当に、どこの社会人も公務員の人も。
エネルギーの残存量問題とかね、それによって、まあ、僕もまだ9月13日、水のシャワーでね、体と頭洗って終わらせてます。湯のシャワーも使わない。お風呂なんか高ない。論外。冬場の体調悪い時だけお風呂を沸かすの。今はそうします。昔はそれを忘れていました。働いている時ね。だから冬場は平気で風呂を沸かしていましたし。で、夏場とかね、水のシャワーとかで頭とか体洗ったら涼しくなるから、ああ、これでクーラーつけなくて、エネルギーも余計に損失しなくて、ああ、これでよかったの話になるんですよ。日本人の多くの人はそういうふうに動いてもらったら、例えば8000万人ぐらいの人が。だからまあ、0歳から3歳児まではまた話変わってくるでしょうけども、まあまあ6歳ぐらいまでかもしれない。まあ、ご老体の人とかもちょっと事情変わってくるかもしれないですけども、まあ、まあ、けどこれぐらいの気温だったらね、湯のシャワーで十分だと思いますよ。それはそれで暑いから、今まだ夏場、9月上旬とかもまだ暑いですか。平気で最高気温30度を超える日とか結構ありますから、10月上旬ぐらいになったら、まあでも涼しくなるかなぐらいですね。さすがにそれぐらいになったらっていうところですね。まあ、この辺りは標高300メートルぐらいはあるはずですから、海抜からね。朝晩ぐらいは涼しいですね。その汗だくにならないっていう程度ですよ。以上です。皆さんチャンネル登録と、自分のそのスマートフォンでね、着信履歴が出るような形にしてね、ハワイさんの言ってる情報をどれが重要だろうって、どれを協力しなきゃならないんだろうっていうことをね、ちょっと大真面目に考えてください。来年からNPB の、 日本プロ野球会のその役員の人に電力会社の役員だった人が入ります。それは数年前から提案していました。以上です。皆さん、エネルギー関係のことを含めてご協力のほどよろしくお願いいたします。選手会の方からもう言ったらいいですから、もう延長戦いらないってみんなで声上げて、で、もう経営者の人が一番分かっていないと、9回まで終わらせた方が効率いいでしょう。それこそ商業原理。以上です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。あと、高校野球とか、その世界大会は本当にやめてくださいね、世界中で。だからそれはもう政府通して話するしかないと思います。一緒に合同で動くしか。これが現実です。